早坂文霊による、武者絵。下部に、とんこりを弾いて歌うアイヌが描かれている。早坂綾峰ね慶応3年4月3日は、江戸時代後期から末期に活躍した、日本の絵師。アイヌ絵を残したことで知られる。一時は史上派の絵師、前川綾峰ねと同一人物とも言われたが、現在では別人だとわかっている。山形城下で活躍していた兵具や、 義川祭貞信の子として生まれる。義川祭貞信は兵具市の傍らで、この頃の山形では人気の高い絵師だったらしく、現在も山形市周辺に相当数の作品が確認されている。貞信と文礼の作品には共通する画風が見られ、父から絵を習ったと推測される。父のもとで山形の城下町で成長し、城下の旗小屋で、 兵具師を家業としていた。高関年中に、正木藩に私文として使え、松前正広に愛されたとも言われる。ただし、同時代の資料では、町年寄り支配の町人として記載されている。墓は、正木町正幸寺。最も得意としたのは、仏画とされるが、今日では、アイヌへの絵師として注目され、また、武者絵にも仮作が残っている。主にアイヌに使われる、 西場の語は、男性への継承にあたるアイヌ語、西芝に漢字を当てたものとされる。現在、文霊の作品は三十数点ほど確認されている。なお後に、文霊の子、元長は、正木半生を尊能に変えるため、慶応四年にクーデターを起こした、正義隊に名を連ねている。ありがとうございます。